ナミさん、いつも動画を送っていただきましてありがとうございました。今回はダイダルスウォレットでね、ウォレット作る方法、こういうね非常に重要な動画になっております。カルダノエダものすごく人気で、ものすごくね有利なんですよ。儲かります、はっきり言って。ダイダロス、これをカルダノエダ保管する場所に選ぶのも最高だと思います。まあ暗号通貨って儲かるが上にハッキングですとかね、要するに盗まれちゃったりする例があるんですよ。ただ盗まれただけではなくて、盗まれたものが課税されて、なぜかねなくなっちゃったのに税金だけ来るみたいなこともありますんで、本当に気をつけなくてはなりません。もうそれこそね、投資で勝ったのに資金はなくなるみたいなことがねあり得るわけなんですよ。まあ、ですんで私はダイダルスウォレット今回ね作っていただいて、そこに大切にね保管しておくことをお勧めします。そして復元フレーズとか、それから送金パスワードってのは紙に書いて自分しか見えないようなところに置いておくってことをお勧めします。おそらくリアルな場所では暗号通貨などインターネットのことに詳しい方って周りにいないと思うんで、メモした紙があってもまあほっとけとは言いませんけどもね、そんなに危険性はないと思うんですよ。でもインターネット上にはですね、インターネットに詳しい方が山ほどいて、ハッキングにまつわるデータをもうクローラーっていってね、自動的に収集する、そういうようなソフトもあるんですよ。ですんでインターネット上にスクリーンショットを置いとくとか、キーワードパスワードをどっかにね書いてメモ書きしておくとか、ワードに入れとくとかって非常に危険なんですよ。まあ、ですんでその辺だけ気をつけていただいて、あとはねダイオドロスウォレット、こちらの方を全幅の信頼をして入れといてもいいんじゃないかなと思います。それではダイダルスウォレット作る方法、ナミさんありがとうございました。動画概要欄に貼っておきますので、興味のある方はねぜひご覧ください。そして舞姫大学のチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは以上です。